五所石薬師御門来ました。イエイ。やっちゃえ、てっちゃんお休みですけど。そうなんですよね。今日はチャーシさんにカメラ回してもらってす。よろしくお願いします。ここは初めて俺来る。意外とですね。歩きたこと、いやないんですけどもね。もう京都ではもう超有名な場所の一つと言っても、うん、そうですね、過言はない、ね。今日はここの中でちょっと雑談しながら、はい、ね、これちょっとさ、石薬師御門って言いますよね、うん、これ石薬師御門っていうのはこの奥にですね、石薬師堂っていうのがあるんですね。そこに向かうときに、しかもくぐらないそうなんですけど、なんで笑ってるんですか。今一生懸命調べてるまあそれでその石薬師御門、石薬師堂に行くためにくぐるらしいんですよ。そうそう。で、まあ、その石薬師堂っていうのがなんか作るときに、うん、その石で作った薬師如来の頭の像が出てきたとか、うん、だから石薬師って言うらしいですね、うんうん。だからそれの名前をもらって、そこへ行くところの門だからそういうふうに言うみたいなことが書いてありましたよ。チャイさんってここをもう、はい、庭みたいな感じ。もうあの最近庭になりましたね。あの YouTube 更新しまし、てませんでしたが、うん、それのためにここは全部回りました一回。俺マジ初めて来るわ。あ、そうですか。もしかしたらこれ中通り抜けしたことあるかもしれんけど、うんうん、記憶にないぐらいだわ。ここは、ね、今まではカットコード。なんか聞いてますね。行こうか。行きましょうか。なんか聞こえた？いますか？なんか聞こえた？いや、聞こうと思ったんですけど。厚みがほら、すごい。え、これで、え、もうどんぐらい、何百年ぐらいの歴史？いや、400、500年以上経ってるんじゃないですか？松って400、500年も生えてるんですか？でも、なんかもうずっと生えてるもん。雑談チャンネルっていつも謎が謎のままのチャンネルやん。解決せよ。そうそう。そうなんですよ。あとは勝手に調べろと、みんなは。いろんな観光地に行く割には謎が謎のままや。そうなんですよ。普通ちょっと勉強してから、こう、奥深さを楽しむと思うんだけど、それ一切ない状態で、行こう行こうって言って行くから、後でめちゃめちゃ。松葉杖ってどういう意味？え？松葉杖ってどういう意味？ああ、そういうことですか。そういえば分かんない、知らないですね。ちょっと待ってもうていいですか。歩きながら、ね、現在地、俺らこっからこう入ってきたのかな。いや、ここですね、石垣。こっからこう入ってきたのか、はい、で、こう行って、あ、今こっち、そこに行きます。あ、で、あ、で、こう、なるほどね。佐藤さん、松葉杖の由来でしたよね。松のことは松に聞いた方が早いと思うんで、ちょっと聞いてみますね。分からんかった。ちょっと待ってください。調べた上でやろ。聞こえるんやのって調べた上でやろ。分かったっす。何？松葉杖ってこういう形してるじゃないですか。二、うん、つにこう、二、うん、つのものを間つないでみたいな、うんうん、こういう形してるんですよ。松の葉っぱってちぎったことありますよ。ない。あ、ないですか？うん、松の葉っぱって、うん、なるほど、2本セットで取れるじゃないですか。あ、で、それで松葉杖か。そうです。この形にここにクッションがついてる、形が似てるから松葉杖っていうらしいです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これ、こう、謎が解けた。雑談初めて綺麗に解けたんですよ。今までこんな、このチャンネルね、娘も見てるんでね。嘘やろ。ほんまほんまほんま、マジで娘も見てるのよ。すごいな。パパ見たでって言われて。これが御所ね。ここです。ここがいわゆる京都御所です。ね、すごいな。僕多分初めてやわ。うん、あ、本当ですか。うん、寒い。顔が痛い。ちょっと薄着ですもん。ちょっと今日はね、天気が曇ってますからね。でもなんかちょっと神聖な感じやな。変な感じするわ。これそこはあのちゃんと堀みたいなのがあって水が流れてるんですけど、ああ、それは分かる。でそれ向こうがピョイと渡れるんですけど、渡るとあの警報音が鳴り響きます。あ、はい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 。あ、すごいな。え、そさっき言ってたその警報が鳴るって言ってたとこ、そこのお堀です。いわゆるもうほんまに
ここもあるじゃないですか。ここ超えただけでなるの？これでなります。全部あそこ警報がついてるんで。あ、ほんまや。なんかこれを超えただけでなんの？ダメです。だってこれ触ったらダメです。もう気づかして。俺が今そこにひょんって乗ったらもうアウト。ものすごい爆音になりますよ。絶対おるやん、そんなやつ。たまに鳴ってますよ。絶対知らんとやるやつおるやん。子供とかね。子供たち外人とかでも。ああ、なるほど。写真撮るのに。ああ、あるやろね。え、せめてなんか、まあまあ、かくなりフェンスつけるなり、せんと。いや、でも、なります、なります。とかあるんでしょうね。僕ら中学の体育の時、その、持久走ってここ走るんですよ。はい、はい。ここまで来て。僕らじゃないですけど、やっぱ、なる人何人かいましたもん、やっぱ観光客が、そっち行って。これね、右、ここを右に行くとね、ちょっと休憩みたいなところできるスペースがあるんです。あー、行きましょう、行きましょう。ここは結構、また暖かくなってきたら散歩とかね、ちょうどいいかもしれない。京都ってほら、ちょっと、都心部から離れたらさ、こういういいとこがいっぱいあるからね。そうですね。そんな感じですかね。そうですね。はい、じゃあですね、よかったこの動画がちょっと面白いなとかいいなとか思ったらグッドボタンと、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた会いましょう。さようなら。はい。はい、どうも。そんな感じですね。そんな感じですね。いや、ちょっと雰囲気がいいね。そうですね。すごい映えてるね、多分ね。すごい景色はすごいいいですよ。映ってるんですかね。ちょっと映ってますね。あ、そっち映ってるんですかね。はい、いいです。まあ、僕たち達也さんとまあ付き合いも、ね、まあ、長いですけど、まあ、なかなかこうね、こう聞いたことないこともたくさんあるので、ちょっと濃い目と言いますか、まあ、そういう質問をいくつか用意してきたので、ぶつけてくる。それちょっとぶつける？ぶつける？けど僕が最近気になってること、自助年っていつ出るんですか？ジャブでしょ。ジャブ。あんま強めやな。ジャブでしょ。まず何の話？あれね、3、4年前やな。そう事務所のクローミュージックの20周年に合わせて書いてたんよね。ですよね。で、面白いエピソードイコール、はい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 、やっぱちょっと人にこれ言うことちゃうなっていうことを削除していったら、全く面白くない内容になって、あ、なるほどなるほど、知らん間に筆が止まった、はい、なるほどなるほど、筆が止まった。これはね、本当にその20周年のタイミングで、長崎の田舎で生まれた少年がどうやって20年も続く事務所、音楽事務所を運営できるしたのかみたいな、なんかそこら辺、そういう流れを書いていっててんけど、まあまあおもろいことイコールちょっと言われへんことばっかりで削除していってたら筆が止まった。なるほど。一般予定は見て、来年お蔵入りやね。お蔵入りですか。見てるところがお蔵入りですか。まあ、時代がね。すいません。いやいや、何をします。僕も買う気満々でいたんでね。原稿さ、2人に1回ちらっと見せたことあった。ありますあります。ちょっとだけは見たことあります。会社の中でね、はいはい、ちょっとこれ理由も深く聞きたい、もし戻れるなら、何歳ぐらいの時に戻りたいか。それな、最近なんか雑誌に似たようなことをやって、ないんよね。で、ないって言うたら質問の答えとしておもろないから、その時一瞬めっちゃ考えてんけど、戻りたいっていうのがないんよな。絞る、ないな。やっぱないんすか。どうもないな。パッて浮かばんからやっぱないな。例えばなんか、この時ああしてたら当時好きな子に告白したかできたのにとか、そういうのはないですか。ものすごい悩んだからだ。そうか、全部言ってきたしね。じゃあね、あえてやね、あえてや、セブンの時に俺が26歳でクローミュージック始めて、セブンやって、あれが自分の年齢的にも動員的にも自分の中では一番ピークだったから、あそこをもうちょっと頑張れたらなっていうのは、まあないことはないかな。でも後悔がないから、やっぱり戻りたいとかはないかな。あえて
聞かれて絞り出した答えって感じやけど。なるほど、なるほど。これでも初めて聞いたそれ。やっぱ絞り出したか。そうやね。絞り出した。最近ね、アニメとか二次元ってすごい流行ってるじゃないですか。こうみんなコスプレとかすぐするじゃないですか。ああいうの見てて、俺もちょっとやろうかなとか思ったこととかありますか？俺ね、実際あるよ、コスプレしたこと。ヌードの時やけど。あ、はいはいはい。ライブの時じゃなくて、うん、そういう動画を作って、うん、ライブ前にそれを上映してから、うん、ライブをやるっていうので、はいはいはい、で竹内力の南の帝王のコスプレやったことある。うん、そうでしょ。V シネ系じゃないですか。力竹内のスーツ買うてきてやったもんね。それ有名な話じゃん。それじゃなくてね、じゃなくて、うん、じゃなくて、じゃなくて、今アニメ二次元すごい流行ってるじゃないですか、アニメのキャラクター、うん、ですごいでしょ、だってコスプレみんなしたりとかやるじゃないですか、うん、ああいうのってやってみたいと思います、うん、そうやな、別に嫌、うん、っていうのはないかな、別に抵抗はないです、嫌っていうのはない、まあ、何ですか、うん、面白そうやとは思うし、はいはい、ああいうことをして、うん、ファンの人とかお客さんたちが喜ぶ意味は分かるか、うん、いや前からね、うん、そういうのをちょっと達也さんとやってみたいなと思ったことがあって、いや好きではないけど、まあそんな別に絶対嫌とかはない、うん、あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ全然できるっすね。そうはな、ですね、別にできるっすね、うんうん、例えばじゃあ 何にしてもらったらいい、いやだからそれが分からない、あ、それが見えへんの、あの鬼滅の刃のここに加えてるやつあるやん、ねずこですか、あ、はい、ねずこちゃんね、あれのコスプレむっちゃやりたい、あ、いいですね、うん、おでこ出して、あ、いいですね、やりますか、じゃあだいぶ危険人物やと思う俺がやった、じゃあそれ今後の企画でね、やりましょう、ね、おもろいな、それやりましょう、なるほど、まあ、2019年、2020年内で車以外でお願いしたいんですけど、うん、一番高い買い物したなっていう、去年の話、去年、一昨年、まあここ数年でこれは金出すのに勇気いったなみたいな高い買い物、私物で、はいはいはい、車以外、車以外で、なんなら金額も知りたい、はいはいはい、物ととんでもないの、これ流せんの、流せるよ俺ね、本当に物欲の低い人で、うん、20代ぐらいの時とかは、うんうん、やっぱカッコをつけるために、うん、高い服とか、うん、着たりっていうのはあったんよ。事務所をやればやるほど自分にお金をかけずに、うんうんうん、仕事にお金をかけることが多いかな。だから、うん、食事でもさ、高いとことかもたまには行くけど、うんうん、本当本当にたまに後輩とか誰かと行くような時は相手を喜ばしたいと思うから美味しいとこを連れて行くとかあるけど、じゃあやっぱりそうなると、まあ、ここ最近高かったら車になってくるんですね。そうはね、ということなんですね。だから車抜いて聞いたらどうかなと思ったんです。今でもすぐに思い出せるぐらいこれは忘れられへんかったし、もう悔しいし腹立つなっていうぐらいの一番ひどかったライブってありますか？ライブ？ライブでこれはひどかった、くそー今ね、ひどすぎ、あ、みたいな、あのね、すぐに頭に浮かんだが、俺動員が0人やったライブがあるの。クロミジュクやる前にやってたバンドやねんけど、はいはい、そのバンドは東京とか大阪、京都やったら普通のイベントでも、まあ、めっちゃ人気があったってわけじゃないねんけど、まあそこそこお客入れとった、俺が23、4ぐらいの時かで、調子乗ってよしツアーやるぞってなって、結構なスケジュールを12月に組んだんよ。その中の1会場がっていうライブハウスやに行ったんよ。なんかで、その時に12月やからただでさえ北陸の方雪がすごいやんか、入り時間を5時間も遅れるぐらい大遅刻したんよ、雪で。でそこのライブハウスの駐車場に車入れる時ももうみんなで押して駐車場入れるぐらいの大雪やったよね。が本当は6時オープン7時スタートやってんけど、俺らの遅刻のせいで
7時オープン8時スタートで、はい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 、そこまで落ちたんですね、うん、で地元のバンドの人がオープニングアクトってわけじゃなかったんけど、うん、ついてくれて、で俺らがその後ガッツリやるっていうやつだった、うん、楽屋でメイクしてて会場してんねんけど人がいる気配が全くない、うん、でローディーにちょっとホール見てこいって言ってバーって見てきて帰ってきて、うん、何人おったって言ったの0人ですって、うん、私は分かった、お前らライブハウスの入り口でちょっと今から寒いけど立って待っとけ、客入ってこようの基礎の人ったらもう今日中止になりましたって嘘言え、マジすか言うたの何言ってますでみんなにちょっとメイクするのちょっとやめようって言ってメイクするのやめたの、うん、しばらくしたら前座オープニングアクトやる予定やったバンドと PA の人が俺らの楽屋に入ってきて、現在ホールの中お客さん0人です、ただ、もしライブをやりたいって言うんであればそのままやりますけど、うんうん、どうされますかって、やるわけないやんそんな選択肢を迫られるんですね、で俺一人だけ違うテーブルでメイクしてて、うん、後の4人は反対側のメイクでメイクしたね、うんうんうん、この入ってきた PA さんとバンドの人は俺のメンバーの方を向いて喋っとった、うんうんうん、俺後ろの方からメンバーに向かってこういうふうにしてたなメンバーがあじゃあもう今日はもうなしでいいです、もうその前座の予定やったバンドの人らがもうボロボロボロって泣き出して、うんうんうん、もう自分らが地元バンドでありながらもうほんと申し訳ありませんとめっちゃ謝って、うん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 、でローディーナッツが戻ってきて、で結局誰か来たんけって言ったら誰も来ませんでしたかなり悔しかった、あなんぼ雪のせいや言うても、うん、ゼロにやった、そんなんあるんですか、でその後にその北陸の方でイベントをやってた人らに呼ばれて同じ場所にもう一回行って、その時は総動員でも100人以上おって、まあ会場もちろん爆発させたから、まあちょっとそのリベンジは果たしたかな、まあそんな歴史もありますよね、そんな感じですかね、そんな感じですかねしっぽり喋った感じですね、はい、今日は本当に田沢さんにゆっくり話が、今これからもねいっぱい聞くことあると思いますけど、ね、そうですね、いっぱい答えてくださいねではよろしくお願いいたします、はい、ではこのチャンネルがちょっとでも面白いなとか、いいなと思った方はですね、グッドボタン、もちろん見たいなと思う方はよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、それでは今日はこの辺でさようなら。